楽天証券解約続きでもう投資信託も積み立てニーサも全部遺憾してやる。そんなこと思ってる方、ちょっと待ってください。普段僕もディスりまくってる楽天証券ですけれども、今回は徹底的に褒めちぎらせていただきます。さて、今回は積み立てニーサは楽天証券であれということで、今回楽天証券をまず数字で見る。続いて楽天証券独自サービスについて紹介して、 最後に証券会社をどう使い分けていくのかっていうのを最近の情勢に合わせてご紹介したいと思います。このチャンネルでは普段証券会社の様々なサービスについて紹介してたりとかおすすめ機能の紹介、そして各社の比較なんていうのも行っております。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは行ってみましょう。まずは数字で見る楽天証券です。今回は楽天証券の決算レポートからの引用でして楽天証券って現在では 総合口座数が800万口座を超えている。しかも前年同期比はプラスの28%ということでガンガンと伸びている状況です。そして、この2022年の1月から6月までの新規の口座数っていうのは91万口座。すごい勢いで伸びておりまして、マーケットシェアとしては33.5%。こんな楽天証券実は2021年の12月に総合口座数が700万口座を突破しております。 そこここから6ヶ月ででで万口座増とととといいいうう勢いは順調ということです楽天証券の会員構成としては2017年の1月から6月のデータでは20代から30代が全体の5割から6割超えと3分の2ぐらいを占めておりましたその時って女性が全体の32%で投資初心者が62%という状況だったんですけども2022年の最新のデータですとなんと 20代以下の割合が37.9%まで大きく伸びております。しかも、女性の割合なんと48.2%ということで、女性の投資へのですね、参入ってのがここ数年で急激に増えてるのかなっていう感じですね。しかも、楽天証券はなんと、投資初心者の割合80%を超えてるという状況です。こんな風に、若い女性に大ヒット中の楽天証券なんですけれども、 資産セグメント別で見てみると、こんな感じになっております。えー、なんとですね、高座数がここ3年間で、特にアッパーマス層やマスリテール層っていうのは、年間増加率が41%ということで、やっぱり富裕層よりもガンガンと伸びてきてる。預かり資産に関してもマスリテール層は49%増ということで、すごい勢いで増えております。そして、投資信託の積立設定額っていうのがなんと、 月額969万円ということで、すごいですね。ちょっとこれ聞くとびっくりしちゃうんですけども、こんな風に積み立ての設定金額というところについても順調に増えてきております。そして積み立てを行っている人の割合っていうのは、投資信託持っている人のうちの大体8割ぐらいが積み立て投資やってるっていう状況です。そしてやっぱり証券会社としても今ですね、熱いバトル繰り広げられているのが積み立て n i s の講座。 通常の投資信託とか、証券会社の口座と違って、どこか一社しか持つことができないので、ぶっちゃけた話、これはもう奪い合いです。楽天証券、現在ですね、前年同期比でプラスの44%と、すごい順調に伸びてるんですけども、ちょっとここ見てください。2022年の3月から6月、伸びがちょっと怪しいんじゃないっていう感じしますよね。もしかして、他社に、とですね、あの、勘ぐる人も多いかと思うんですけども、まあ多分それもあると思います。 こんな風にですね、若い女性が増えている楽天証券。積立ニーサの口座の伸びがちょっと怪しい。これはきっとですね、みんなが楽天証券で積立ニーサをやるメリットを理解してないから、みんなが気づいてないからだと僕は睨んでおります。今回はですね、積立ニーサ、特に投資初心者の人ほどですね、楽天証券でやった方がいいんじゃないかな。そんなお話をしていきたいんですけども、 ここからそれを踏まえて楽天証券独自のサービスってのを紹介していきたいと思います。それがこの3つ。楽天マガジン、楽天コボ、そしてトーシルです。皆さんご利用になられたことありますかね楽天マガジン。これは人気雑誌1000紙以上が読み放題というサービスになっております。料金としては月額418円ということなんですけど、年額プランだと3960円、えー。月に直すと330円ってとこでしょう。 しかもこれ、一つのアカウントで5台までデバイス読み込むことができます。ですので、声を台にしては言えませんけども、家族でゴニョゴニョゴニョって感じですね。しかも、ダウンロード事前にしておけばオフライン環境でも雑誌読むことができますんで、僕もよく飛行機乗るタイミングとか、新幹線移動のタイミング、そういう時はですね、事前に家でダウンロードしてからよく使っております。そんな楽天マガジンが、なんと楽天証券で ニーサーまたはイデコ講座をお持ちのお客様だけ限定特典ということで、90日間無料でですね、読み放題というサービスがあります。これ、楽天マガジン初回登録ユーザーのみになってまして、じゃあ、この1000紙以上の雑誌が読み放題って書いてますけど、何が読めるんだよと。もし、投資大好きな皆さんだったら、ここら辺なんてちょうどいいんじゃないでしょうか。東洋経済やエコノミスト、あとは日経マネーが読めるっていうのは激ツですね。この他にもですね、 職業関係とかののムック本なんていうのも読むことができますこれがですね、年間3960円。1日あたりに換算すると11円です。それがしかも、n i サ講座があれば3ヶ月実質1000円分ぐらいが無料になってくるっていうのだからもう激アツよくですね、よくわかんないインフルエンサーが1日150円、ペットボトル我慢でこの有料商材が手に入るなんて言ってますけども、 ここから言わせれば、変な情報商材の1億倍、このサービスの方がお得です。ぜひ、この機会にですね、ニーサ講座、楽天証券で持っている人は使ってみてください。続いてが、楽天コボです。楽天コボっていうのは、楽天が運営する電子書籍ストアになってきます。ここもですね、400万冊を超える様々なジャンルの電子書籍があるんですけれども、なんと、楽天証券と楽天コボの特別コラボで、楽天証券講座を持っていると、コボの おすすめマネー本が無料で読めるっていうサービスがあります。これ前からあったんですけども、今月の頭かな、公表につきサービス継続っていう発表が出ておりました。これなんですけども、なんと、NISA 講座解説済みのお客様、読める本が増量ということで、楽天証券にもちょっと電話で聞いてみたんですけど、これ、遺憾してしまうと、この増量サービスっていうのが当然適用外になってきます。じゃあ実際どんなものが読めるのか、ちょっと実際のページ見てみましょう。 こちらが楽天証券のログイン後のページになっております。下の方ですね、一番上のページから少しスクロールしてみますと、こんな風に25の嬉しい続々とという項目がありまして、その中におすすめマネー本というのがあります。これちょっと押してみましょう。そうするとこんなページに飛んできまして、楽天証券会員限定おすすめマネー本というのがあります。で実際ですね、ここに無料書籍はこちらというのがあるんで押してみましょう。そうすると、今月の無料書籍 全員っていうのがありまして、楽天証券のお客さんなら誰でも無料で読めますと書かれてます。実際どんな書籍があるかというと、はい、こちら。元国税職員のお笑い芸人がこっそり教える世界一優しいお金のため方、増やし方。たった22の黄金ルールという書籍とか、一からわかる積み立てニーサ＆イデコバビロンで一番のお金持ち、株トレード、空折りのルール、なんていうですね、様々な分野の書籍が用意されております。 ちょっと難しいものですと、すみません、金利って何ですかっていうですね、お話ですとか。これなんていうのは、本当にですね、投資っていうだけじゃなくて、自分の資格っていう意味でもいいですね。漫画、簿記入門。さらに嬉しい無料書籍ということで、こっちがすごい。忍サ講座を持っているお客様が無料で読めるという書籍なんですけども、こんなにあります。経済的自由への道は、世界のお金の授業が教えてくれる。 漫画でわかるスマホで秒速株トレード入門。その他にも財務書評入門とか原価計算入門なんていうですね、めちゃくちゃ踏み込んだような、少し難しそうな話なんですけど漫画で読めるっていうのはいいですね。こんな風に楽天会員だから読めるようなサービスだけじゃなくてニーサ口講座を楽天で持ってるから読めるような書籍っていうのもたくさんご用意されております。 ということで、さっきのページにもたくさんありましたが、講座解説してるだけでまずこんなぐらい本が読めます。これだけでも十分な価値があるんですけども、金額ベースで換算してみると、1万3千円分ぐらいの価値がありました。これしかもですね、1年間でこんだけってわけじゃなくて、月によってコロコロと無料で読める雑誌変わっていきます。そしてニーサ講座を持っている人だけが読める書籍っていうのはこんなにありました。これ金額ざっくりと計算すると、 2万4000円分ぐらいの価値あるんじゃないかな書籍の定価で調べてみると多分3万円超えてくると思います。実際ですね、このうち全部を読むってわけじゃなくても、株式しかやらない人でもですね、1万円ぐらいの価値は十分にあると思います。一方で、楽天から他社に移った場合っても、当然得られるメリットってのはあります。例えば、マネックス証券、クレカポイント還元は還元率1.1%、しかも投資信託、保有していることでの ポイント還元っていうのもあります。楽天証券の場合だと、ある一定予算に達成したいとき一回だけしかですね、ポイントもらえないんですけども、マネックスとか SBI だったら継続的にポイントがもらえますね。例えば、2023年からマネックス証券で積み立てに i を行おうとしましょう。商品は EMAX スリブの米国株式 S&P500。毎月33,300円積み立てた場合、クレカのポイント還元が約3,300円。そして、 投資信託保有していることでもらえる金額が年間60ポイント。ということで、遺憾して得られるポイントが3360円。一方で、楽天でニーサ口講座を持ってますと、楽天マガジンが3ヶ月無料だけじゃなくて、楽天コーでいろんな書籍がめちゃくちゃ読めます。これがですね、月によってどんどん変わってくるっていうところから、金額的にはですね、本当にこの書籍買おうと思ったら、ものすごい価値、ものすごい金銭的な出費になると思います。 そういうことから、投資信託の積み立てを良さでするっていうのは僕も賛成なんですけども、積み立てに i s だけは遺憾しない方がいいんじゃないかなと思ってます。ただし、これは今年だけの話です。来年以降はですね、楽天証券もしかするとこのサービスも終了してしまうかもしれません。ただ、今年はですね、投資、まだまだ初心者で本読んで勉強したいとか、どんどんと投資の知識をつけていきたいという向上心の塊のようなあなた、 ぜひ、楽天証券で積み立て n i s やってみてはいかがでしょうか。そして最後に、投ーシルです。これはですね、積み立て n i s とは正直、直接は関係ありません。皆さん、投ーシルの記事って読んだことありますかね楽天証券が運営している投資関係のメディアになってきます。実はこれ、YouTube も運営されてまして、なんと、チャンネル登録者数はもう18万人。投ーシルは記事自体はもう3万件を超えてまして、動画投稿本数も1200本。 毎日10記事以上ということで、僕も朝の通勤時間に全部は読めないんで、この中で面白そうな記事だけチェックしております。YouTube チャンネルは1年間で8万人増加ということで、めちゃくちゃすごい勢いで伸びておりまして、しかも、当シルの公式アプリについては、アプリを使うことで楽天ポイントもゲットできるということで、まあ、ポイ活大好き投資初心者の人は絶対に活用すべきアイテムだと思います。それでは最後にですね、楽天証券楽天証券って言ってきましたけども、 もちろん楽天証券以外の証券会社にもいいところはあります。これらの使い分け簡単に紹介して終わりとしたいと思うんですけども、今回は SBI、楽天、そしてマネックスの3つについて紹介します。まずは株式を購入するっていう観点から、最近人気のグローバル X。多分ここの ETF 持ってる人も多いと思うんですけども、グローバル X の ETF というのは米国に上場しているものや日本の東証に上場しているものがあります。 もしも東証に上場しているグローバル X の ETF を買いたいなら楽天証券一択。売買手数料はなんと0円。一方で、米国に上場している ETF についても、QYLD や XYLD については買い付け手数料無料プログラムをマネックス証券提供しておりますので、この2つの証券会社を使い分けるのがベターだと思います。そして、SPYD、VYM、HDV といった元祖人気高配等 ETF。これらについては、 SPYD については、どの証券会社も買い付け手数料は無料です。マネックス証券の場合は、円からドルに変える手数料が無料です。最終的に SPYD から出た配当金などを円に戻したいという場合でしたら、往復の手数料を考えると SBI 証券が最安になってきます。一方で VYM、ここは大きな差ありませんけども、円化決済するんであれば楽天証券が SPU のアップ狙いにも活用できますんでいいかなと思います。 そして HD v、HDV。HDV につきましては、マネックス証券。ここが買い付け手数料無料の ETF になんと HDV を組み込んできました。ということで、SPYD や HDV はマネックスがいいかなと思っております。ただ、SBI については、これらの ETF を貸し株、期間投資家に貸し出すということで、金利を得るようなサービスもありますので、自分の投資方針によっては SBI の方がいい人も当然いると思います。それぞれの証券会社が持つ特徴。 これと自分の投資方針がマッチしているものを活用してみてください。そして、ポイント。これが大好きな穴だ。そこ,こはやっぱり楽天証券ではなく SBI やマネックスがいいかなと思います。投資信託を持っているだけで0.03%から最大0.25%もらえるという、やっぱり欠かすことができません。そして、それぞれの証券会社独自サービスというところで見ますと、SBI 証券はさっき言いましたような貸し株サービス。 楽天証券は今回紹介した書籍関係のサービスが充実しておりまして、マネックス証券は銘柄スカウターやポートフォリオ診断が魅力的です。貸し株サービスって何かっていうと、こんな風に SBI 証券で対象銘柄を自動で貸し出しますと、これによって貸し株金利を得ることができます。貸し株を行っている間も配当もしっかりとゲットすることもできますし、もちろん貸し出してるから売れないっていうこともありません。日本株についてはいろんな証券会社やってますけども、 米国株については SBI 独自のサービスになっております。そしてさっき紹介したマネックス証券のポートフォリオ診断。これは自分が考えているゴールのビジョン、それと現在のポートフォリオ、これらを照らし合わせて、あなたのポートフォリオ、今、目標からこれぐらいずれてますよ。ここをこうして、この銘柄買ってリバランスしましょう、なんていう提案をしてくれます。やっぱりネットの情報とか見てると、やっぱりインターネットに流れてる様々な情報を見てると、 当初自分が思い描いたゴールから、あ、この銘柄いいな、この銘柄いいなって徐々にブレていってしまったりします。そういったところを修正するためにもですね、このマネックス証券のマネックスビジョンはめちゃくちゃ便利です。ぜひですね、マネックス証券まだまだですね、活用している人が非常に少ない証券会社ですけども、このサービスすごく便利なんで、ぜひ皆さん、講座解説してサービス活用してみてください。さて、今回ですね、ポイントよりも、 書籍読んででここうぜっていうことで楽天証券をお勧めしましまたけどももちろん、他社の方が向いてる人もいます。もう私勉強するの大嫌いで、もうそういうのいいですっていう人とか、もう僕は脳死でインデックス投資1本でいきます。個別株もやりませんしっていうですね、ストイックな人。あとは、もう1ポイントでもいいから、ポイント多く欲しいんだっていう、ポイントがもらえることがもう気持ちよくて気持ちよくて仕方がないような、ポイントジャンキーな人。まあ、こういった人はですね、 それぞれ自分に合ったですね、証券会社活用していただければと思います。ちなみになんですけども、SBI 証券でも現在、投資積み立てとニーサ口講座を他社から移すと、最大10万ポイントプレゼントっていうキャンペーンやってます。まあ、ニーサ s 講座は僕はですね、楽天証券でもいいかなと思ってるんですけども、それだけじゃなくてですね、あの、ここ、投資積み立てやっちゃうだけでも、こんなくらい、最大体5万ポイントもらえるっていうキャンペーンもやってるようです。 すでに積み立て投資やってる方でも増額するだけでですね、5000円以上増額するだけでですね、このキャンペーンの対象になってくるようです。詳しくは SBI 証券のホームページチェックしてみてください。ということで今回は、積み立て NISA 講座を楽天に残すことで得られるメリットについてご紹介しました。楽天証券が現在解約していってるのは事実です。ただそれでもですね、他の証券会社よりももともとめちゃくちゃ良かったんで、 やっとですね、同じところまで並んできたかなぐらいに僕は思ってます。特に投資初心者向けのですね、様々な、特に楽天経済圏の強みを活かした、投資初心者向けの電子書籍などのサービスを展開している楽天証券。これ一回活用した後に移管すべきかどうか検討していただければと思います。僕は結構こういう投資の本とか読んで投資のモチベーションを上げたりするの大好きです。勉強好きな人だけじゃなくて、投資のモチベーションを上げたいっていう人もですね、 ぜひ楽天マガジンだけでも活用してみてください。そして今回のですね、まとめとして皆さんにお伝えしたいのは、ポイントに振り回される投資ではなくて、本当に良いサービスを提供してくれる証券会社をしっかりと見つけて投資をしていく。そういった投資スタイルもいいんじゃないでしょうか。まあね、YouTube とかだとやっぱりポイントお得とかっていうとね、反応がいいのは事実なんですけども、 ポイントばっかりですね、追っかけてると、投資の本質的なとことかをちょっと見失うんじゃないかなと危惧しております。ただ、それを踏まえた上でも、楽天証券から移管するっていうんでしたら、それも一つの選択だと思うんですけども、一度ですね、まあ、今回の件を踏まえて、楽天証券が今、どんなサービス展開しているのか、チェックしてみてください。それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。